こんにちは、柴戸です。今日はおすすめのクリップチューナーをご紹介いたします。改めまして、こんにちは、柴戸です。今日はですね、僕がおすすめするクリップチューナーをご紹介したいと思います。今もうクリップチューナーってすごく流行ってますよね。もうもはや戦国時代と言っていいほどいろんな会社が出しております。まあそんな中、僕がこれはいいわと思ったおすすめの3つプラス1、計4個ですね、ご紹介させていただきたいと思います。もともとはですね、これをずっと使ってました。これをですね、3つほど持ってるんですけれども、コルグのオーソドックスなやつですね。ここがこうくねくねがついてるやつです。これがですね、お気に入りだったんですけれども、まあなんで何個も買ったかっていうとですね、このくねくねがですね、結構へたるんですよ。くねくねがへたっちゃうんで、どうしても買い替えなきゃいけなくてですね、機械自体は大丈夫なのに、これパーツがダメになっちゃったりっていうことがあって、そこから僕のチューナー探しが始まったんです。で、早速まず一つ目ですね、ベタなんですけれども、ボスのクロマチックチューナー TU01 ですかね。まあ売れ筋的にはかなり上位な方だと思うので、まあ買ってて間違いはないというかですね、こんな感じでつけてます。いつもこんな感じですかね、つけてるのは。で、テレキャスはですね、すごくヘッドが小さいのでクリップチューナーつけづらいんですけれども、まあ問題なくつけれますね。良い点としてはですね、ダメージに強い。結構ね、何回も落としてますけど全然問題ないですね。へたらないです。で、中でもね、一番いい機能だなと思ってるのが、これ勝手に落ちるんですよ。オフになるんですよ。チューナーで結構こうずーっとつけっぱにしてて忘れちゃいますよね、消すの。なので勝手にオフになってくれるっていうのは非常にありがたいですね。まああとはクロマチックなんで半音下げにも対応しているというところですかね。まあごく普通なんですけれど、何の当たり障りもなく、特に問題もなく使用できるチューナーだと思います。続いてはですね、ダダリオです。こちらになります。ちっちゃいですよ、これ。ボタンがいくつかあって、ピッチ変えれるのと、あと、ここで、逆さにできます。なので、ヘッドにつけたときに、自分の見やすい角度にですね、できるという優れものです。まあ、つけ方としてはこんな感じですね。背面の方につけた方がいいと思います。背面の方につけて、で、ピッチもですね、変えれますし、あと半音下げにも対応してますし、意外とここのですね、パッチンが強いので、なかなか取れないです。なので結構ね、ヘッドこう振ったりね、してもね、全然問題ないんですよ。ほら。うん。お値段的にはですね、他のクリップチューナーに比べると若干高めではありますが、まあその値段出してでも、全然損はないというような、チューナーだと思います。で、デジタル面もですね、全然見やすいですよ。で、3つ目のご紹介はですね、こちら、コルグのクリップチューナー、こちらですね。まあ、さっきのダダリオのが若干高いんですけれども、これはですね、その半値ぐらい、1000円ちょいぐらいで買えます。で、使用方法は先ほどのダダリオと同じなんですけれども、ここがですね、バネ式になっているので、ダダリオのパチンってやつよりは、装着はすごく簡単ですね。装着は簡単ですが、若干落ちることがあります。ヘッド振りすぎると落ちちゃうんで、注意してください。これも半音下げに対応しているクロマチックなので、ギター弾く分には全然いいんですけど、ピッチは変えれないですね。ピッチが変えれない分、値段がお手頃になっている感じです。440Hz で問題ないのであれば、これ非常におすすめですね。
見た目こんな感じになります。ここにコルグって書いてますよね。で裏につけてビーンという感じですね。以上の3つがですね、僕のおすすめチューナーではあるんですが、番外編としてですね、一つご紹介させてください。こちら、コルグのマグネットチューナー。マグネットチューナーです。これはですね、その名の通り、ペグにくっつきます。ペグにくっつけてこんな感じでですね、設置します。まあ、こんな感じでつけておくんですけれども、これはですね、ちょっと残念ながらですね、半音下げに対応してないんですね。なので、ちょっとヒデさんのコピーとかするときには、使えないなっていう残念なところがあるんですけれども、通常のレギュラーチューニングのみのバンドさんであれば、全然これ使えると思います。でですね、このフェンダー系のですね、ペグには非常にくっつきやすいんですけれども、そうではないギター、そうじゃないギターいっぱいありますよね。それにはですね、若干ちょっとやっぱり弱いんですよね。ちょっと弱いですね、こういうのには。これヤマハなんですけれども、こっちにはくっつくんですけどね、まあ、ここにくっついてもどうしようもないですからね。ここがちょっと弱いっていう弱点もありますね。鉄のペグだったらバチッとはまります。といった感じですね。チューナーはですね、僕ギターに一本ずつつけたいぐらいですね、たくさん持っておりまして、まあ、チューナーはですね、まあ、数個持ってても全然いいと思いますので、僕もねギグバッグに入れてる分と、アコギのギターケースに入れてる分と、あといくつかですね、部屋に置いてある分につけてたりして、まあ、なんだかんだでクリップチューナーだけでも6個ぐらい持ってたりするんですけど、ギターを弾くにはすごく重要な機材になりますので、ぜひぜひですね、参考にしていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。